はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。お呼びですか？大したことではなくても、なんなら個人的な用事でも構いませんが。はい、まずはブルーアーカイブ 3.5 周年ですね。行きました。昨日かな、いや、イベントも開催されましたね。非常に、おとついかされましたね。めでたい。イベントがすごいあるな。2つある。あれでも携帯日の謎はもう終わってるから、これですね。アリウススクワットメンツが海の家で、DJ とかをやったりする話ですね。なんかめちゃくちゃなんか明るくなってるんで、みんな楽しみです。この特にウワーンの笑顔がいいですよね。あ、アツコなんかもすごい、アツコいいなって思っちゃいますね。ということで、その前に募集、そう、怒涛のガッチャでしたよね。まあ募集行ってみましょう。まずはこれですよ。白子じゃない、星野、これ2モードあるんですよね。臨戦と 0.7% で、がいろいろあります。臨戦と防御モード2つあるんじゃなかったっけ。まあまあ強いですよね。そしてこれですよ、白子テラー、ついに出ましたねっていう感じです。で、確率はあとはまあ星さんか、別世界の白子っていうことで、体成長しています。そしてこれは復刻ですね。これはどういう割合になってるのかな。ミカは 0.7%? か、いろいろあるんだけど、ミカは別に欲しいわけじゃないかな。星野臨戦、白子テラーもこの中に入ってるということですね。あ、星野水着もあるんだ。あ、若もってあれ限定でないと引けなかったっけ。水井花子はもう持ってますね。でも欲しいのってドレスヒナなんですよね。とにかくドレスヒナは強い。いいじゃないですか。で、次にこの臨戦星野ですが、2モードあって、縦のあるモードとないモード。あるモードは、まあ、守りですね。
これはもう攻め一辺倒ということで、それぞれ違ってます。個人的にはこの1番盾持ってるバージョンの方がなんか活躍できそうですね。星野に守らせて、ただね、星野は星野のことし自分のことしか考えないからな。まあでも盾は本当に強いですよ。で、守らせといて、タンクにさせといて、他のスナイパーで襲うとか、あと、なんか複数ボス戦でも強力なのは、攻めの方の星野かな。まあ普通に強いですよね、守りっていう意味では。これ、減少って書いてるけど、どっちの減少なんだろうな。星野の減少なのか、敵の減少なのかが分かんない。まあでもあんまり大きくないな。被ダメージの減少とか多いんで非常に役に立ちます。で、一方白子テラ、ドローンはまあ分かる、会心ダメージで、あと最大ヒットポイント 20% 分ダメージ最大2割減っちゃうわけですね。ただし、2割未満の場合撤退するんじゃなくってゼロになりますね。なのでほとんどない場合でもこの EX スキルは使えるということになります。なので最後まあ取っといて最後のとどめを刺すときに使いたいですよね。あとはまあヒーラーですぐ回復してあげるとかしたらいいと思います。逆にヒットポイントに余裕あるとき使ってもいいかもね。あ、強いな。40でも40秒ごとは微妙かもな。ドローン少女十字砲火に悪くはないんだろうけどな。うん、これは普通に増加するやつ。1%。そうか。15秒猶予があるんだ。神秘特攻でなんだ。まあ、の技術ですよね。強いかもな、これ。白子テラー、普通に。私はあんまり使いたくないですけどね。自分を傷つけてその力で攻撃するタイプっていいのかなと思いますけどね。準備はできていますので何でもお申し付けください。とりあえずドレスヒナ、ちなみに、臨戦星野でもドレスになって、そう、通常割合で取れるんだっけ？この 5.3% の中に、ドレスヒナいるんだっけ？あ、いますね、ドレスヒナ。まあ、狙いはドレスヒナです。で、これはもうミカ持ってるんで、別にこれはいらないですね。どっちか。まあ星野に、臨戦星野にしましょう。別に積極的に臨戦星野とか白子テラー欲しいわけじゃないんですが、ミカよりは全然いいかなと思いますね。まずは回星ニラ、お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いしますね、先生。え、ああ、はいはい、そうですよ、営業用のセリフです。ダメですね。あ、ダメに決まってんだけどな。あ、また星2だ。
運いいな。おマリーだ。いいんじゃないでしょうか。さすがに次は星1だ。はるか。最近石飛びちゃんよくあのブルアカ番組出るよな。誰だ。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。別に協力するつもりはないんだけど。あ、食べ物くれるの？純子。どんなの？どんなやつ？もっと純子使いたいな。私に任せてください。懐かしいな、ノーマル小鳥も。もう応援団小鳥使いまくってるからな。昇格もなし。昇格試練が怖い時、千夏、苦難にかけそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。高塚くんが好きなチラツ。ブルアカ番組いいですよね。私に任せてください。坂巻さんはじめとする、あの本当に勢いいですよね。みんなブルアカ大好きだな。誰か誰が好きだったんだっけ。ああ、高塚くんか。あれあれって誰だっけ。千夏、赤タイツ千夏、誰が好きだっけ。坂田くんだっけ。いや、アスナと千夏どっちがどっちだったか忘れた。まあいいや。チケットがあのもらえますね。これ9日間ん、そう、29日までチケットがもらえるんで、ぜひこのチャンスに。あ、そう、 6% なるんですよね、これ。あの星3率が、まあこの2人のピック3人のピックアップ引ける率は 0.7% で、いつも通り大きいですが、ここがドレスヒーナー引きやすくなるんで、ここが勝負ですね。あの石全部なくすまで今回、やろうと思います。10回分か。10回分プラスチケットが2回か。まあ、翌日以降もチケットあるんで、最大10回あるらしいですね。ん？今、バック。いや。違うな、昇格なしだよな。ミレニアム学園。うん。先生の声が聞こえたので。なるほど、桃井と、優香か。行きましょう。片方取ったらもう片方取ろうと思います。ん、これは違うんだよな。十字砲火、星2が3つ。黒見セリカよ。言っとくけど、私が美食研究会のあかり、怪我をされた方はいらっしゃいます。ごきげんよう。私の言葉の方がより自然かもです。はじめまして。3万5、6 6% だが、まだ
一回も出てないですね。さあ、こっからは石を崩します。そうそう、来てくれ。ダメか。ダメだなぁ。あかん。あ、昇格。昇格した。しかも2枚来た。ミレニアムサイエンススクール所属。音瀬小玉。ミレニアム学園欲しい。返して。ここに来ました。さあ、ドレスヒーナー来い。何が来る？三回系。これは？あー、さやか。何なのだ。せっかくの休日だったのに。これ初登場ですね。先生の呼び出しなら仕方ないのだ。自警団任務の延長ですね。ご主人様と一緒に楽しい。さあ、もう一つは何だ？こんにちは、先生。お、バニートキ。潜入用衣装に身を包んだエージェントとしての真髄お見せしましょう。また使おうかな。あまり使わなかったけど、かわいい。じゃーん。お、うつき、嬉しいね。黒見セリカよ。セリカ多いな、なんか地味に。会えて嬉しい、先生。なかなか星にも充実して当たりなんじゃないでしょうか。そうそう、昇格も欲しいしな。しばらく出るまでは欲しいので行きます。あかんですわ。あかんこ、保証格もなし。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。信用の掛け合いも結構あるな。あと8回分かな。なかなか辛いな。 6% だぞ。辛い。まあ2回出てるからな。私がすぐに駆けつけますよ。うまくいけば呼び出しポイントもあるかもしれないが、あかん。どうしたんだ。昇格もなし。最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。ちょっと雲行きが怪しくなってきた。あと6回か。ダメですね。どうしたんだ。全然引けない。え、6% なのかこれ。説明や解説が必要なら私に任せてください。1回、2回分。ちょっと白子に変えよう。白子テラーに。あかん。え？嘘でしょ？悲惨すぎだろこれ。星によく出るんだけどな。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。あと4回しかない。そろそろ星 6% だぞ。嘘だろ。 6% だぞ。嘘だろ。わ、最低保証食らった。まあ、私が一緒に立ち向かってあげましょう。試練だな。あと3回。ダメだ。昇格もなし。また最低保証。何この結果。下振れしすぎてる。もう2回しかないんだ。ようやく。ようやく。さあ、何が来る？
一回一個だけか。ミレニアム学園。ごきげんよう。あ、いいな。ご主人様と一緒に楽し。怪我をされた方はいらっしゃいますか。怪我をされた方は俺。クロミセリカよ。セリカ。言っとくけど。ツンデレ。百鬼夜行。海か。お、海かです。こんにちは先生。百鬼夜行連合学院所属お祭り運営委員会の里浜。なんでお祭り行くんだろう。かわいい。海かいいな。個人的にはすごい好き。言っとくけど、私が一緒になる以上、真面目にやってよね。これラストだっけ？ダメっぽいけど。あかんね。消化口なし。3枚だけか、星さん。怒ってないから誤解しないでね、先生。12回だったよな。12回引いて、2回、3枚だよな。120の3だから、2.4%。そう、3% すら下回ってるじゃないのよ。見出しポイントは稼いだが。お疲れ様です先生。お待ちしていました。どうしたもんだろう。見て、新アータに撮ったのは2人ですね。見ていきましょう。海か。海か、いけるんじゃないか。まず、無地をキャップを切る。紹介ってないの？これですね。焼けば早口になるように黙っていれば美人とよくやれる。なんかカピバラみたいな感じですね。これなんだろう。うん、え、まずあんちょっと微妙だと言われてる海かですが、ヒットポイント、え、これってスペシャル？アタッカーだよな。ヒットポイントってなんだ。これ攻撃だよな。全体に攻撃を 64.3。 微妙にしか見えないけどね。スキルコスト3減少ってなんだ。ちょっと食えるんだ。え、こいつスキルコストはいくつなんだ。あれ 3やん。うん、まあ微妙ですね。次さや行ってみましょう。さやは田村ゆかりですね。好奇心が変わることはない。持続直線派、直線攻撃ってそんなにいい印象ないんだよな。ああ、ただ持続ダメージは20秒間続くのはいいな。あ、結構要注意かもな。
これダメージ食らい続けるわけですか。対抗戦とかでは有効かも。じいじいヒットポイント減っていくことになるよな。育てたらこういうのもあるからな。あー悪くないか微妙かっていうとこですね。まあこれをスキルレベル上げた時どうなるかですよね。会心ばっかりだな。あ、これ、あ、地味な改良なんですけど。ブルーアーカイブ、こんにちは、先生。百鬼夜行連合学院所属、お祭り運営委員会の里浜海香です。お祭り、好きですか？字幕が表示されるようになったんですよね。属性のかな。すごいお祭りでした。不倫属性なんで、風花とともに。準備はできていますので、何でもお申し付けください。じゃあ、行きましょうか。アリウススクワットのストーリーへ。やったかな？やってない。強い。ん？おー、ヘルメットかぶってる。傭兵かな？雇われたのか、それともギャグになったのか。うん、ソーリーは。この音楽すごいいいよな。うん、すごいです。上と下だけ札を入れて、真ん中は紙一枚。かわいそう。優しいが。ヘルメットだ。関東連合。やばいやばい、自分も言っちゃってるやん。やばいこと。選べないよね。アリウススクワット貧乏です。まあマシなんですけどね。そのベアトリーチェに支配されてた時を比べたら全然。タイトル回収です。サイドアウトサイド C がいらっしゃいませ。何名様。あ、先生だったか。すまない、反射でつい。
行きましょう。ここら辺だろうな、ここ。みたいな場所だな。辺りじゃないかも。阿波雲川とかその辺かな。海見たことないんだ。ソーリーってデューススクワットって、マツコかわいい、最高だな。わあいいな、マツコ。お、ミサキもいる。お、ひより来たー。わあ。なんか。アリウススクワット。あ、はかりアツコ。かしこまりすぎたかな。いいよいいよ。水着あつこですね。これ結構あの生ブルアタのフェスっていうのかな、 3.5 周年記念番組見てたんですが、かなりあつこ、あの配布キャラとしては良いみたいですね。スペシャルでどこの属性なのかな。ゲームコーナー、ミニゲームなんですよね、今回のミッションって。こんにちは先生。はい、これ海お祭り。まあ中原舞なんかも、もしかしたら今が私の人生の最高潮かもしれません。なんかそのままの声で やるんだよな、そのアリシヒの活躍の。今中原舞ってすっごいなんか低い声でドスが効いた役が多いじゃないですか。だけど今あこういうなんだ、昔クラナドでやってたような役やるっていう、なんかキムヨンハ統括のやっぱり
趣味なのかな、いろは含めて、いろはとかひな含めて、ひなのドレス、ひなの時はすごいアリア感あったんですが、アリアのアリス役じゃないですか、の中の人って。アリス役だっけ？あらあら、うふふの人じゃないとは思うんだけど、大原さんだからな。アリアはいい、めちゃくちゃいい、好きだからな。まあ、嬉し、まあ、ドレスヒナ欲しいんですけどね。軽装備なんで、貫通なってる、軽装備だぞこれ。当然のごとく爆発、しかもなるべくアリウス入れときましょう。まあ勝てるんで、ナメプじゃないけど普通に入れとくかな、スペシャル枠さえも含めて。ストライカー枠はどうするかですね。爆発を入れるのは変わらないけど、まあレベル低くても勝てるんで、ああまあ、なるべくアリウス。いればアリウスを入れたいよね。お、海からいるじゃないですか。でも神秘だから、やられちゃうよね。下手すりゃ。無謀かもしれんけど。いや、それは無謀だな。やっぱり。ちょっとはレベル上げないと絶対無理。ああ、まあ、あずさかな。距離持ってないんだよな。うん。じゃあ、爆発の中で一番、レベル低い、スズミで行ってみましょう。次のパトロール任務ですか？守る側も無視できないんだよな。攻撃するだけじゃなくて。お望み通り。次の目標地点に移動しましょう。いや、まだ早い。使ってみましょう。お、綺麗花火。スズミも行ってみましょう。悪くなるように見えるけどな。グレだ。あと11分か。5？ これか。直線ってあの、使ってみるだけ使ってみましょう。写真撮ってはい。逃しません。これに耐えられるものなら耐えてみるのだ。でまた結構有効ですね、スズミ。簡単な任務でした。
まあまあ死なんと思うので。 いらっしゃいませ。何名様。あ、先生だったか。すまない、反射でつい。多いね。お疲れ様、先生。止まらんな。あちこち楽しそうな人がたくさんいますね。じゃあどんどん取り進めていくか。かわいいな。幸せいいんだよ。バルキューレの罠。実質これデートやん。いやーいいよいいよ、日和。もうね、楽しんでって。そう、沙織どうしたんだろう。ねえ、間違いない。30分、まずい。やばすぎだろ、沙織。稼ぐ効率がすごい悪すぎんのかもな。
え？ずっともだね。な？え、なんで？なるほどね。ペンギアイベントでも出てきたの沙織だけだったもんな。あ、反ヘルメットだなんだ。このやつけば。気持ちいい？
星のみたいなやつがいる。あ、違うよな。どう？サイエス、クシエス。DJ、どこへ戻せ？さっさと叩け。お、もう GTA。 殴った、つこ。血向かっている。お、締め上げる。ん？なんだ？スケバン。え？でな。あ、え、ひよりとあつこ、これはまあ普通にやっても勝てますね。
てください。外れるな。はい、取るね。行く。待ってください。ショットガン？ショットガンじゃないな。実やな。いい香り。待ってください。出します。頑張ります。大丈夫かな。やりました。前 DJ を出しようとしたんだろうね。いかんやな。
いらっしゃいませ。何名様？あ、先生だったか。すまない、反射でつい。大ステージ行きましょう。ちょっと偉いな。誰だこいつ。ヘオがある。どうした？
マイダン。どういうこと？もう戦いになっちゃうみたい。先生はできない。サリオローンバトルです。前方に立つ支援感謝。次そう星7ですね。あコスト7。何見える？どこだよ。すげえ。いい笑顔。そっしょ。こけついたよ。ちょっと、片付けていく。その辺に移って。もう一曲。さあ、あと6人。今だ。やられた。すごい豪華。嬉しいな。
うん。おお。次の仕事は。あ、先生、何か手伝ってほしいのか。ヒントない。